Wikipedia writes about traditional Chinese medicine as follows. Traditional Chinese medicine is a style of traditional Asian medicine informed by modern medicine but built on a foundation of more than 2500 years of Chinese medical practice that includes various forms of herbal medicine, acupuncture, massage, exercise, and Dietary therapy. It is primarily used as a complementary alternative medicine approach. Traditional Chinese medicine is widely used in China and is becoming increasingly prevalent in Europe and North America. One of the basic tenets of traditional Chinese medicine holds that the body's vital energy, qi or chi, circulates through channels called meridians that have branches connected to bodily organs and functions. concept of the body and of disease, used in traditional chinese medicine, reflect its ancient origins and its emphasis on dynamic processes of a material structure similar to european humoral theory. Scientific investigation has not found histological or physiological evidence for traditional Chinese concepts such as qi meridians and acupuncture points. The traditional Chinese medicine theory and practice are not based upon scientific knowledge, and its own practitioners disagree widely on what diagnosis and treatments should be used for any given patient. Traditional Chinese medicine's view of the body places little emphasis on anatomical structures, but is mainly concerned with identification of functional entities which regulate digestion, breathing, aging, etc. While health is perceived as harmonious interaction of these entities and the outside world, disease is interpreted as a disharmony in interaction. Traditional Chinese medicine diagnosis aims to trace symptoms to patterns of an underlying disharmony by measuring the pulse, inspecting the tongue, skin, eyes, and looking at the eating and sleeping habits of the person, as well as many other things. Toyo City, Japan. この本は1974年、私が32歳の時に書いたものです。前書き以外はすべて私が書きました。全国の医学部・新旧学校の教科書としても採用されました。その本の中で、この五蔵六部総一覧図を発表しました。そして1988年に、その五蔵六部総一覧図を さらに発展させ、訂正し、この相乱図を発表しました。東洋医学の相一覧図ということになります。今日は、この相一覧図について、簡単に説明します。漢方が考える人体、五臓六腑および、 精神活動のメカニズムは西洋医学の常識に従うとかえって混乱するそこで一連の概念を有機的に図示したのがこのページであるがその説明を図の中の番号にのっとって以下に記す。1人体の生命活動の源は呼吸によって得られる天の木と 飲食によって得られる地の木である。地のであ天の木は陽気となり、甲を経て肺へ、また地の木は陰気となり、陰を経て家それぞれ送られる。三、胃は水国の海え、つまり飲食の海と呼ばれ、この胃の消化作用によって、 水国の生気、つまり生微なる栄養物が生成される。4. 小腸は受精の管と呼ばれ、胃で熟成消化されたものを生、つまり栄養物とカスに選別して、生を冷え、カスをさらに固形物と 水分に分離してそれぞれを大腸と膀胱へ送り出す。7一方呼吸によって体内に取り入れられた天の木は肺の作用によって全身に送られるが一部は陽気となって肌の保護にあたる。暑い時に肌を弛緩させて汗を出し 寒い時に肌を縮ませ患者つまり病気の原因の一つから体を守るのがこの陽気の役目である肌をこすると熱くなるのはこの陽気の作用によると漢方では考える9この天の木つまり陽気は体内で性つまり陰気と合体して 元気となるこの「元気」は「新気」とも呼ばれ体を機能させる原動力となる。10「十」「非」は運化の中枢と呼ばれ小腸で選別され送られてきた性を全身に運搬する。性とはこの場合体の栄養物と考えると分かりやすいが。 その一部は A となり体の表面や内部で体を守る健康な人は皮膚がツヤツヤしているものだがそれは A の作用による11また日は生の一部を脈中に送り込むこの生は先天の木つまり 生まれながらにして人体に宿る生命力を得て変化して「血」となるなおこの「血」とともに栄養物は「A となり人体を循環しながら栄養する12「肝」は「血」の「海」とも呼ばれていることからもわかるように「血」を貯蔵して体の血量を 調整すするる。働きをする13そして血は芯の作用を受け全身を循環するなお漢方では脈を司るのは芯であると考える14また性は腎へ送られそこに貯蔵されるこの腎が 左京の間と呼ばれる理由は、生命活動に必要な性を貯蔵し、五臓六腑の要求に応じて、その性を随時供給し、人体の健全な働きを維持するためである。十五、人に貯蔵された性の一部は、生液あるいは 陰液となって生殖活動の源となるなおこの生は生まれてくる子供の先天の木つまり生まれながらにして子供に宿る生命力の源となるなおこの先天の木を人気とも呼ぶ16体に充満する木は一方で 精神活動を営む。そのことを、霊数本人編は次のように説明する。徳、つまり、自然の生命力と気の二つが合体して、生が発現する。その生の基本物質が生であり、生は精神活動の源である。根と肉体活動の源である。 白を生ずる。このコンと白は心のコントロールを受けながら相互に作用し合い様々な精神活動を展開すると。17。この精神活動は意、つまり物事を話す働き。死。意から生ずる思い。死。 いろいろ考える力。りょ、考え抜いた結果、理想を慕うようになること。ち、その理想に達するために、人はいろいろな方法を選択するが、その力のことを順に生み出す。また、これらの精神活動は、五臓と密接に関係し、感は、根。 心は心、火はい、肺は白、人は死を宿す。十八。なお、五臓六腑の中にあって、三照は体内の水路を整えるなどの総合的な機能を持ち、心宝は心を守る外衛として機能し、さらに、 胆は中性の胆と呼ばれることからも分かるように精神活動の中性の判断を行うしたがって胆が病むとその判断は偏ったものになる林宏氏の健康論「引用和平の人に」 なるために引用のバランスのとれたつまり引用和平の人になるために漢方は次のように説いているすなわち八方自然の理によく順応し世俗の習慣に自らの趣向を無理なく適応させ恨み怒りの 気持ちはさらにない行動や復職もすべて俗世間の人と異なることなく自らの崇高性を表面にことさら表すこともない身体的には働きすぎず過労に陥ることもなく精神的にも悩みはなく 平成楽観を旨とし、自足をこととすると。つまり、引用の大原則に順応して生活すれば生存可能であり、それに配置すれば死に、順応すれば太平であるということになる。 Tumula Company website writes as follows Traditional Chinese medicine dates back to the Shan Dynasty or about three thousand years ago. Some of the ancient hierographic characters, found and bones and calabashes from the Shan period include health related descriptions such as illness and disease. While shamanism was dominant during this period, it is likely that empirical medicine was also practiced. During the Han Dynasty, the three principal classics of Chinese medicine and Kampo medicine were compiled and established, namely the Honzou Kyo, Kotei Daikei, and Shoukan Zatsubyodon. 皇帝大経は現存する中国最古の医学書、医学書と呼ばれています。古くは新教旧刊と祖門旧刊があったとされていますが、これら旧刊は散逸して現存していません。現在は王、兵の編纂した祖門と霊数が元になったものが伝えられています。皇帝が気迫をはじめ幾人かの学者に 日常の疑問を問うたところからソモンと呼ばれ問答形式で記述されています例数は信教の別名とされソモンが基礎理論とすると例数は実践的技術的に記述されているということになっていますこうした記述を読むと東洋医学のバイブルと呼ばれている皇帝大経は医学書でありかつその 原本は残っていないといななととうことになりますまた現存する皇帝台形は8世紀前後の王氷らによって編纂されたものであると。本当にそうでしょうか医学書だったのでしょうか実はその原本は京都の仁和寺に残っていました。遣唐使たちが改ざんされる前の原本を唐の 長安から持ち帰っていました。その一例を皆さんにご覧いただきます。ズバリ、ソモン、ゴウンコ、ゴウンイロン編です。広志林浜松 city japan。今ご覧いただいている図はですね。京都。 人間寺に残る皇帝大家、ソ門霊レー門ソモ光大能園の一部を私が解読したものです。それによりますと、北の財線、私はそれを北極と理解していますけれども、北極から見ると地球はこのように移動、回転しているということになります。その一部を紹介します。皇帝は 問うて聞く。それでは「下」というのは何か気迫は次のように答えた。欠員が支点つまり上ですと、商用は財政つまり下であり、左に陽明、右に退院であります。同様に商員が支点ですと、陽明は財政、左に太陽、右に商用であり、退院が支点ですと、 太陽が在線、左に欠員、右に陽明であり、昭陽が視点ですと、欠員が在線、左に昭陰、右に太陽であり、陽明が視点ですと、昭陰が在線、左に退陰、右に欠陰であり、太陽が視点ですと、退陰が在線、左に昭陽、右に昭陰であります。これらは北の在線から南を向いての位置で言い表します。このように、視点と在線の木が上下に相交わり、 感所が移り変わり、6基が調和すれば平穏であり、そうでなければ病気となります。そして、その次の一節には次のようにあります。皇帝は到底て聞く。天地の動性はどうか。気迫は答える。上の視点は右転し、下の財線は左転し、左右から 365日余りでまた元の位置に戻ります。繰り返します。気迫は答える。上の支点は移天し、下の財線は左転し、左右から365日余りで元の位置に戻ります。もう皆さんはその意味がお分かりですね。 では、皇帝大帝について説明しておきます。東洋医学のバイブル、それが皇帝大帝、素問霊数ですね。で、東洋医学は、その皇帝大帝素問霊数に始まって、皇帝大帝素問霊数に終わるというふうに言われています。医学書ということになっていますが、本当にそうでしょうか。まあ、皇帝大帝という書物はですね、実は 王表によって、まあ、11世紀、2世紀に入ってからですね、ずたずたに改変されていますね。ですから、元の皇帝大経の書物は中国には残っていません。が、なんと、この日本に残っていたんですね。そのずたずたに改変される前の皇帝大経が日本に伝わり、現在は京都の仁和寺にあると言われています。 その京都の仁和寺の皇帝台形をもと、えー、に私が謎を解きました。それが今皆さんにご覧いただいた御恩公大論編ですね。まあ、その中で皇帝台形は地道説、地球、まあ、球体説などを解いています。さらに驚くべきことにですね、大虚、虚という言葉も出てきます。まあ、大虚というのは 何もない真空状態という意味ですね。そしてその下に木があり大気があると。まあ、大気というのは現在私たちが空気と呼んでいるものです。まあ、要するにその皇帝大家なる書物がですね、医学書になってしまっているわけです。でそれを改変したのが王表であると。私はそのように理解しています。で、皇帝大形がですね、まあ、今まで まあ見せて、皆さんにご覧いただきましたけれども、当時のまあ常識としてですね、地球球体説とかね、地動説とか、そういったことを当時の人に説明しても、説明、理解できなかっただろうということなんですよね。ですから、皇帝台形、まあ、気迫と皇帝の、ね、問答によって、皇帝台形は構成されているんですけども、その問答によって、まわりくどい言い方ですけども、あの 一つずつ噛み砕くようにして説明しているということですね。それから、まあ一つ注意していただきたいのは、南の支点、北の財線となっています。まあ、エイリアの世界ではですね、南の方が、なーち今で言う南極の方が上であったということですね。南の支点というのはそういう意味ですね。で、北の財線ということは、北の方が 左、まあ、あったと、現在、私たちが持っている、まあ、地球、まあ、地図の概念とは、まあ、正反対だということです。そして、それを順に組み立てていきますと、まあ、北の方から見ますとね、地球は、北の方のから南の空を見ますと、地球はですね、時計と逆回りに回っているということになるわけです。逆に今度は南の方から北の方を見ますと、時計の回,回りの、ね、回る方向と同じであるということを説明しているわけです。 そして3654日という数字もこのニンナジに残る皇帝台形の中には出てきます。すなわち1年の日数は3654日。まあ少しあるという意味ですね。それは正確に現在の太陽暦の1年と一致します。まあ、このように皇帝台形というのは大変謎に見した書物ですけれども、まあ私は考えるところ、 皇帝大形というのは医学書ではなく、天文学書であったということになります。それをですね、まあ、後の中国の学者たちがずたずたに改変してしまって、それが現在、私たちが皇帝大形と呼んでいる書物ということになります。そしてそれが医学書ということになったというふうに私は考えています。ここですね、視点は右に巡りと。 いわゆる北の側から見ますと、えー、南極と言いますかね、南の方を見ますと、右の方に巡っていく、回っていくっていう意味ですねで。こうした表現によって、ゴンコ、これはゴンコ大論編のところですけどもね、あのーまあ、当時はですね、根天説外天説っていうのがありましてね、天動説が主体であったわけです。そうした時代の中で、まあ、地動説を説いたということですよね。 地球球体説もその中に含まれているということです。そして、まあ、地球はね、さらに太陽の周りを回り、そして365、4日で元の位置に戻ってくると。そして、えー、この木の上には、大気の下には木があり、木の上には虚があり、その上には大虚があるというふうにも書かれているわけです。なあち、正確にこの宇宙のね、 まあ簡単な構造ですけども、それを説明しているということです。まあここに何が戻るかっていうふうに書いてありますけども、言うまでもなく、地球が元の位置に戻ってくるということですよね。365余っていうのは、まりっていうのはそういう意味です。がしかし、こうした説はですね、否定されていますね。それは当然なんで、それを認めたら、 世界の歴史がひっくり返ってしまいますからね。はい。いわゆるまあ、少なくとも五感の時代に地動説があったということになりますと、まあ、コペルニクスの地動説が吹っ飛んでしまいますからね。そういうことなんですね。そして、 まあこれは回転するということは要するに自動説だということです。まあ、左右に回ってというふうに訳すのが正しいと私はそのように解釈しました。ここが結論ということになるわけですね。時計回りに回っている。 時計とは反対回りに回っているということです。言うまでもなくコペルニクスが地動説を発表したのは1473年から1543年ということになります。まあこうして図解してみますと、順番に見てくださいね。あの、便宜上、地球を6等分してるわけですね。で、 まあ北の財政、なわち北極から見るとですね、地球はこのように回っているということを皇帝大家は示しているわけです。今、順にこう文字が動いていく順番を見てくださいね。地球はこのように回っているということです。で、今度はですね、反対に南の視点から見ますとですね、南の視点から見ると、今度はですね、地球はこのように回っていると。 そのように示しているわけです。順に文字をかけていただきますと、時計と反対回りに回っていることがわかります。このように地球は回転しているということを、皇帝体系のゴウンこン大論編は説明しています。そして全体としてみますと、まあこれ、人間の感覚とは北と南逆転してますけども、北の財線を上に持ってきました。人間風にね、続くビデオ、どうかご覧ください。Bye for now! Hello, this is Hiroshihaya Shihama Masedi Japan.Mystery of two civilizations.Answer to Yan Shao and Shumel.In Japanese, 皆さん、こんにちは。今日は私の人生において最も素晴らしい発見をした日でもあります。最初に、まあ、少し遠回しな言い方になりますけども、私は1972年頃から東洋医学に興味を持ち、東洋医学の勉強をしました。当時は あの東洋医学というのはです、ね、日本ではほとんど刷れてしまっていまして1972年にです、ね、ニューヨーク・タイムズのレストン記者がです、ね、北京でハリマスイをあの目撃するんですねそれはニューズウィークシに出まして日本で一,一大センセーションが起きて東洋医学が見直されて、まあ、いましたそれで私とワイフはです、ね、週毎週、同日と東京の厚生年金会館に通いまして台湾から来ていました。 毎週来てくれました台湾工科大学当時のね、あの先生、張先生の弟子になり、そして東洋医学を学んだわけであります。そしてまあ本をこのように3冊ものにいたしました。1冊はあの、今でもあの医学部、鍼灸学校の教科書として使われています。 そういう流れの中で私は東洋医学特に皇帝大学、まあ、東洋医学の,あのバイブルと言われている東洋あ皇帝大学に、まあ、興味を持ったといいますか当然、あのー、そ,のそれを中心に本を書いていったわけですねで、まあ、この「目で見る漢方診断」という本も、最後に、えー、私は東洋医学の世界から足を洗ったわけでありますけどもその中で、まあ、いくつかいろんなことを発見いたしました、えー、まず第一に重要なことはですね、あのあ、ー 東洋医学と言われている皇帝大学というのは、あれは医学書ではないということですね、ずタずタに医学書にされていますけれども、原本はです、ね、日本の仁和寺に残っております。でまあ、特にあの東洋東洋皇帝大学がずタずタに医学書になったのは、王氷という学者がです、ね、11世紀から12世紀に出てきて、まあ、あの書き直してしまうんですね。それ,でそれ以後、あのまあ、東洋医学のバイブルとなりますけれども、もともとはご運行大論編に見られるように、天文学の,あの本であった。 ですよねで。その一部分に私はあ地動説を発見したわけでありますでその前にあの皇帝大慶というかまた芝生に出ている皇帝からあ右皇に至るまでの,あの帝宇ですね至るまでの歴史をちょっと振り返ってみたいと思います。 まあこれがその表でありますけども、園庭、まあ、これは親王と言われてますねで。皇帝、それからこれは芝川のあの式に応じてあの表にしたものであります。そして、帝戦玉、帝国、帝行春、宇都くを送るわけですよね。で皇帝というのはまあ一応中国の歴史のわけでは2番目に出てきます。でその中で,です、ね、私はです、ね、面白い位置に、何て言いますか、偶然位置に気がついたんです,よノアがですね。 ですね、7代目のですね、帝御の時代にですね、大洪水を経験してるんですね、それを収めて帝湯が位につくわけであります。すなわち、旧約聖書と、その、なんて言いますか、皇帝の,あの,あの芝線の引きとの妙な符合性に気が付いたわけであります。そして同時にですね、 あのまあ皇帝大継という本がですねまああの王表によって実在される前の本すなわちそれが忍なり人残っていることを知り忍な地の本をまあ元にして私の本を書き始めたわけであります忍な地の本っていうのはほとんど日本では紹介されておりませんでその中にですねあのまあ天文学に関するまあ記述があちこちになることに気がついたわけでありますそしてその一節を私なりに解釈と言いますかまあ解明したわけですねそれを読んでまあ まあ驚愕したと言いますか、驚きましたですね。なんと、自動説を解いている部分があったわけであります。それについてのビデオはこの、きょ今日のこのビデオの最後の方に、あのー、つけておきますのでどう、どうか皆さんご自身で判断していただ,いただきたいと思います。 それはそもともかくとして、その皇帝大形に出ている、なぜ、じゃあそこで問題というか、ね、なぜその当時の今から5500年前の人たちがですね、まあ、皇帝大形が5500年前にかかったということはないんですよ。当時はまだ文字はありませんでしたからね。まあ、ともかく、もあの当時はですね、口から口へと暗記して、まあ、子孫へあの知識を伝えていくということが。 あの、口頭伝承って言うんですけども、それになされてたんですよね。まあ、です。まあ、ですから、五千五百年と比べませんけども、五千、皇帝大系が、まあ、五千五百年、今から五千五百年前にいたと。その時代に、まあ、中国を探っていますと、ヤンシャオ文明があったんですね。いわゆる黄河文明、シーアングの、まあ。 東側ですね、シーアの東側、よく東と西を間違えるんですけども、東側ですね、のシーアのヤンシャワ文明半、半端遺跡点にもありますけれども、その辺りがどうもあの高賀文明の発祥地であると。と同時に私はそこに皇帝に目をつけたわけであります。いわゆるヤンシャワ人ですね。でヤンシャワ人と、それから同時にメソ,タメソポタミア文明がシュメル人によって開かれるわけであります。で私はそのの当時から、まあ,あの アンシャオ人とメソポタミア人の関係について調べて調べていたわけであります。今ここにお見せしているのは、あの世界最古の地動説、いわゆる皇帝台形に書かれている。あの地動説を説明したものです。まあ、ここではあの簡単に説明しておきますけれども、まあ。非常にこう、なんて言いますか。 ああの丁寧に説明してあるわけです当時は、そのね球とか地球とか、あるいはその地道という言葉がありませんでしたから、こういうふうにまあ皇帝大学の中では、周りくどく一つずつ噛み砕くようにしてあの地球の辞典を説明しているわけですね。そしてまあ地道説というものを唱えていたわけであります。でそれは、まあこの「目で見る漢方診断」という本の中で説明させていただきました。でまああの その時にですねあの、ごめんなさい、話を戻しますけれども、えー、シュメール人と、それからヤンシャオ人の関係について、まあ、私はあの深いつながりがあることを感じたわけであります。そしてですねそれ、まあ、その時はもう諦めましたですね、しかし、だからといってその証拠があるわけじゃないし、まあ、あくまでもその黄河文明とメソプタ文明がですね、同時期に起きたということについても、まあ、なんて言いますか、 偶偶然然をを超えたた性を感じていたわけでありますでそこで今日ですねあのビデオを作りましたそれがこの535ですねで535をそれからこれから説明いたしますけれどもこの中で実はシュメール人とヤンシャオ人とは深いつながりがあったということが分かったわけであります535ですねあのヤンシャオの神々とシュメールの神々が同一神であったというふうにまあ結論づけて 書きました証拠と証明です、本当にささやかな証拠ですけども、やっとこう尻尾をつかんだというふうに考えております。これはあの、反売席で見つかったあの彩食土器ですね、でこれ、私、10枚しか写真を持っていなかったんです、あ,のあちこちから集,集めて10枚ですよねで、たった10枚ですよ、そのことちょっと頭に入れといてくださいね、そして同時にこれはあのシュメールの,あの彩食土器なんです。 ですこれは42枚だったかな、これ全部数えて42枚ですよねの、の写真しかありませんでした。非常に少ない数の写真だったんですね。で、この彩色土器というのはですね、あのまあ、土器に色をつけたものでありますけれども、本来ならばシルクロードを通って、あの、まあ、例えば黄河に、あのアンにやってきたとするならば、その道すがらにね、あのちょうどこう、 地層ののようにこの文明といいうものがでですすねねね積み重ねていくんですよ、ね、ところがそういう形跡は全くないんですね。彩色土器はこの当時はメソプタミアと黄河流域の,そのシーアンの近くしかなくありませんでした。とここで2つのこの中の2つを比べてみて驚いたんですね。今その2つを今並べてみているところです。右があのシュメール、左がヤンシャオです。このヤンシャオの、シュメールとヤンシャオの土器を見てですね、彩色土器を見て、 私は初めてと言いますか。あの、ヤン・シャオとシュメールの証拠をつかんだと。今からちょうど5,500年前ですね。あの、こっち、あの、ウィキペディアなんかには6,000年というふうに書いてありますけど、私は5,500年と見ております。この線を一つずつ、皆さん目で追いかけてみてください。全く同じ数なんですよ。いいですかこれ3本目。あ、ちょっと3本目からごめん、3本目ですね。 三本、四本、そうです。間違いありませんね。あの三角の中の線はある傷ですから。それからこれが、まあ、も,もう一つ来て、そして最後の円へと来るわけであります。この円、全く同じでしょそしてその、いいですかこれがあの、右がシュメールですから、左があのヤンシャオですからね。そして今度は上、上の線もあるんですよ、ちゃんと。黒い線見えますね、首のところ。それからこう下へ来て、1本目、2本目、えー、3本目、 4本目。 5本目とそして、そのだけは分かりませんけれども、同じような模様が書いてあるんでしょうね。そっち下にも線が入れてあるわけです。これはもう偶然の位置じゃありませんね。完璧にパーフェクトに一致したわけであります。これを見たときに本当に触れたと同時に、ですね私の41年来のですね、もっと本当はもっと先ですけれども、少なくとも41年来のメルメル漢方診断を書いてから41年の謎が、謎といいますか、この初めて証拠、物的証拠をつかんだわけであります。なしゅん左にバビロン、ちょっとバビロンの位置ずれてますけど。 もバビロンギザになってますけど、ね、ギザの位置になってますけど、右がシーガンです。この間あのバビロンとシーガンの距離は五千九百キロです。そして私はですね、この二つの動機を比べてあのシーガンヤンシャオとあ シメル人がです、ね、ヤンシャオ人とシメル人が深く結びついていたことを、まあ、知ったわけであります。というか、この物的証拠をつかんだわけであります。これ、ただ単なる偶然というのか、それともそうでないというのか、それは皆さんの判断ですけれども、先ほど言いましたように、10枚と,42個,の10個と10 42個の中から、でもこれだけの証拠が出てきたわけですねこれは偶然じゃありませんね。 あの非常に少ないか、もっと調べるともっと出てくると思いますよ、あのお互いの共通性は。まあ、これからそれは、まあ、こうう私は調べていきたいと思いますけれども、私はここに書いたのは40年間、私はこの証拠を求めて、あの本当にいつか見つかるだろう、しかしその当時はです、ねまあ、300年経っても見つからないだろうなというふうに思っておりました、すなわち、黄、え、河、ー、文明と、それから私たちが学校で学びました、チングレス・ユーフラテス文明というのは、もう一つその上で,です、ね、神様が同じだったということなんですよね。それは先ほど の指標を見ていただけますよとかりますように、洪水のあの時代と、れから7代目の行ですか、行の時代に同じように起きているということなんですね。続くビデオをどうかご覧ください。 Why are the days named after planets reckoned in a different order from the actual order? 話を先に進める前に曜日と惑星の名前について説明しておきますサンディはサン つまり太陽から来ています。これはわかりやすいですね。次に、マンディーはムーンです。Tuesday はマーズです。Wednesday はメルクリーです。 Thursday は Jupiter です。Friday は Venus です。そしてサタディはサタンから来ています。このことを頭に入れて続く動画をどうかご覧になってください。 なぜ現在の日月火水木金どうになったか多くの歴史学者や高校学者は次のようなモデルを考えて大変苦労といいますか苦心してきたようです。まずその定説をじっくりとお読みください。 なぜ曜日の並び方は実際の惑星の並び方と違うのでしょうかそれについては多くの学者が多くの説を唱えていますが現在では次のような説が定説化しています左上のモデルは天動説での順序に並べた のの順順序序と曜日の順序だそうです、すで天動説での太陽系モデルでは、七葉は地球から見た角速度が速いものほど地球に近く、月、水星、金星、太陽、火星、木星、土星の順に並んでいると考えた。しかし、曜日の順序はこの順番またはその逆というわけではなく、二つ置き、 あるる。いいは、つ目ごとに並んでいるここからが重要ですからしっかりとお読みください。元来七葉は一葉が一日ではなく1時間ごとに地球を守護すると考えられた。これがプラネタリーアワーである。プラネタリーアワーの順序は地球から 最も遠い土星に始まり内側へと進む結果に24時間後すなわち翌日の第1時間目の守護星は3つ前あるいは4つ後の太陽となる以下順に土星太陽月 火星、水星、木星、金星、そしてまた土星が各日の第一時間目の守護星になる。第一時間目の守護星は同時にその日一日の守護星ともされ、その日は守護星の名をもって呼ばれるようになった。こうして現在の曜日の順が決まった。 かかりましたか私にはさっぱり理解できないのです。実際には膨大な表が用意されていて、その表に従って現在の日、月、火、水、木、金、土が決まったと説明されています。が、私が考えたと言いますか、私が発見したモデルは大変分かりやすく、そして古代の「 非数学とも一致していますどうか林博史の考えた曜日モデルをもう一度ご覧になってください。よろしくお願いします。 Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about weekdays and yin-yang five element doctrines, and it's my pleasure to explain here in this video how these doctrines were created long time ago in Babylonia. My idea is quite simple and easy to understand. 曜日と陰陽五行はどのようにして決まったか について説明します。太陽です。太陽に近い方から惑星は水星、金星、地球ですね。そして火星、木星、土星と並んでいます、えー。地球はですね、月と置き換えます。そして水星、金星、月をですね、内惑星と呼び、火星、木星、土星を外惑星と呼んでいます。1プラス6イコール7のバビロニアの比数学に則っ,った、まあ、ドクトリンということになりますね。 今言いましたように、水、金、地球、まあ月ですね。内惑星と言います。そして火星、木星、土星を外惑星と言います。そしてダビ,デのダビデの星が決まりました。ダビデの星は基本的には三角形が2つ組み合わさっています。まあ六角形ではないんですよね。三角形が2つ。です。そして縦の三角形を 内惑星としますで外の、まあ、外のと言いますか、あの、逆三角形の外惑星とします。そして、このダビデの星に内惑星、外惑星を並べていきます。まず、水星ですね。そして、時計回りに金星。ここに金星を持ってきます。そして、次に月ですね。こうして、内惑星の位置が決まりました。今度は逆三角形の外惑星です。火星をここに持ってきます。そして、やはり時計回りに火星。 木星、土星と持っていきます。こうして、外惑星の位置が決まりました。そして、普通は中心にですね、太陽を置きますね。ですから、ダビデの星の中には、中央に丸い、まあ、まあ、太陽ですけどもね、が描いてあるのがあります。そして、これをですね、順に戻していきます。月。それから、火星。水星。木星。 金星、土星と生徒を戻していくんですけども、もうお分かりですね。こうして、太陽、日、そして月、火、水、木、金、土と決まりました。バフィロニアでは1プラス6、すなわち、日曜日が先だったということになるわけですね。まあ、こうして、曜日が決まったということです。で、現在、私たちが使っているカレンダーになりました。Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday ということになります。 で、私の考えたモデルは、まあ、わかりやすいと思います。今度は、引用五行論について説明します。まあ、中国で生まれたということになってますけども、中国ではありませんね。今、使いましたモデルを基本ですね、これは今言いましたように、えー、糸毛丸に、えー、月、火、水、木、金、土と並んでますね。そして、それをですね、まあ、あの、5つの、まあ、丸と言いますかね、に分離します。 上はまあ、6個って言いますかね。六角形の形。基本的には六角形の形をしてるんですけどもね。そして、えー、まず木星をここに持っていきます。今度は時計と逆回りになりますけども、下を全部逆回りにすれば、同じやっぱり時計回りになるってことですよ。あのー、まあ、常識的にね、現在、引用語行論の木下土金水は、あの、あ時計回りに回ってますけどもね。反時計回りだったと考えられます。まあ、それはともかくも、こうして今度は時計回り、時計と反対回りに順に置き直していきます。 そして最後に月が残りますね。で、この月は外に出します。こうして引用五行が決まりましたけれども、ベースは先ほど言いました、まあ、ウィークデイズを元にしているということですね。すなわち、えー、引用五行は中国で生まれたのではなくて、まあ、ウィークデイズの一つのバリエーションということになるわけです。まあ、このように理解しますと、引用五行論もですね、簡単に理解できるということですね。なぜ、木が独根水になったのか。その理由はここにあります。 ということで今日はウィークデイズと引用語行の基本的な考え方について説明しました。が最後に一つだけ問題が残りますね。今言いましたように水、水金、地位、科目、銅の、まあ、惑星のですね、配列順に従って、まあウィークデイズが決まり、そして引用語行が決まったということになるわけです。 となりますと、誰がそれを作ったか、誰がそれをしていたかということになるわけです。もちろん人間ではありませんね。太陽系を自由に飛び回ることができた人、なわち、別の知的生命体ということになります。その別の知,知,知的生命体がですね、人間を指導して、曜日と、そして引用五行を作ったということになります。そして、まあ、バベロニアのですね、7、比数学ですね。1プラス6、もしくは2たす五5、イコール7の比数学に基づいて、 Thank you very much for watching and see you next time. Bye!